はい、皆さん、こんにちは。あ、また、ストはップ。い。もうちょっと大きい声で。あ、OK。皆さん、こんにちは。こんにちこんには。ちですよは。ね。ちょっと待って、あの違う違う。人、ちょっと、何も言わないから、あれ？ テはい、じゃあ。ンション。テンション。はい。テンション全然違う。はい。あ、逆だ。3、2、3。どこまで行ったの？ はい、3、2、1で、はい。みなさん、こんにちはい、こんには。ちは。ボボチャイタイムでーす。はい、今日は。今日は、ですね、そう、世に言うキラキラネームについてちょっと語ってみようかなと思います。うん、というのはですね、昨日、ちょっと面白い記事を受けたんですけど、はい、イギリスかアメリカかどこかの、飛行機、に乗るときに、まあ、親子が乗ったんですけど、その子供の名前がすごいキラキラネームで、で、本当にまあ、なんでこんな名前をつけたんだろうみたいな感じの名前なんですよ、個人的な意見ですけど。で、それで、それを読んだ、その、係員が、空港で、ちょっとなんか笑ってしまって、でそれをまた同僚とかに見せたり、うん、でフェイスブックにその名前を上げて、うん、でこんな名前をつける親がいるんだみたいな感じのことを書いたらしいんですよね。でそれを、まあ、見た母親が、航空会社に対してクレームをしたっていう、記事が載ってたんですけれども、まあでもね、その なんで、で、子供がね、親に、なんで私の名前はを見てそんな風に笑うのみたいな感じで、親に質問したらしいんですよ。で、親は、世の中にはいい人もいるけど、悪い人もいて、みんながいい人なんじゃない、いい人じゃないんだよっていう風に言ったと言うんですけれども、でも、まあ、一個人として私は、そういう名前をつける親にも責任があるんじゃないかなって思うんですけど、まあ難しいですね。まあそういうことからちょっと、日本とかインドにもキラキラネームってあったりするかなっていう話をちょっと話していこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、で多分そのインドで日本語を勉強している人も、これを聞いてくださっているかもしれませんので、まずはそのキラキラネームっていう、まず言葉の、まあ、意味というか、語源は何なのかっていうのをまず、説明して。生駒先生、説明しましょうか。語源ですか？まあ、語源というか、まあ、そのキラキラ、じゃないですね。簡単に言うと、まあ、漢字を先につけて、違うか。逆ですね。当て字で漢字を。当て字ですね。つける。じゃあ、例えば、その、ルナの例があったんですけど、あ、そうですね。じゃあ、ルナは、その漢字は何と何の漢字で、ルナと。月と書いて、ルナと読ませるとか。はい、月と書いて、英語のルナのルナとして。はい、それで、その、キラキラネームっていう。うん、そうですね。いわゆるその、デスノートが、例えばインドでは有名だと思うんだけど、デスノートのなんか、キラーですか？主人公の名前がなんか当て字で、まあ、キラキラネームになるんですかね。まあ、漫画のね、出てくる人たちの名前は、みんなそんなのが多いような気がしますけど、実際ね、実際のね、その、まあ、今まで典型的な日本人の名前として使われていた名前、ではなく、うんうん、そのカタカナの名前、例えばアリエルとか、うんうん、キティとか、プリンとか、そういう名前をカタカナではなく、それに無理やり漢字を当てて、違う読み方で読ませるというのが最近流行ってきたっていうね、そういうことなんですけど、日本では名前に関する法律とかもありますよね。ありますね。使ってはいけない漢字っていうのが一応決まっています。使ってはいけない漢字がある。はい、その名前では絶対に使えない
感じがあって、まあ、代表的にとても有名なのがいちご、いちごっていう、食べるいちごですけど、は名前としては使えない。使えない。その理由は？理由はちょっとわからないですけど、使えないっていうのは私聞いたことがある。それは法律とし、はい、法律があるんですね。決まってるんです。皇室の名前とか何か関係ある名前はダメかなと思ったんですけど、いちごっていう果物は、皇室はね、別に同じ名前だったらみんな喜ぶぐらいだから。うん、ああ、じゃあ。愛子さんが生まれた時は、ね、そうですね。愛子って名前がバーってすごい入ってみんな愛子にしてましたね。うんうん、まあ日本はね、ツイッターのトレンディングが入ってくる前から流行りが好きな国だから。そうですね、キラキラネームは、まあ、日本では結構最近本当に学校で名簿を読むときに先生たちがとても困るっていう現象が起きているらしくて、インドではどうですか？インドの親あんまりこう実験しないっていう。まずそのよく使う名前をつけちゃう、うん。そうですね。まあインドはその、まあ、キラキラには、まあ、キラキラとして定義できるかどうかは別として、うん、この名前おかしいと思うのは、とか思われるのは、違う地域の人たちがお互いの名前を聞いて、こう全然慣れてない音とかに出会って、うん、あ、こんな名前もあるんだって。そうですね。うん、だからうちもそうなんですけれども、初めて、ね、その、妻の名前聞いたときは、なんだこの名前と思ったことがあって。え、名字じゃなくて名前ですか？あ、名前も名字もそうなんですけど、名前も初めてだったんです。あ、そう。奥さんの？そうです。あ、はい、よくある名前なんです、ね、そうそうそう。今よく考えてみると、そう、あ、これ普通名前だなと思ったんだけど、はい、聞いたことがなくて、初めてその、その、まあ、名前を見たときは、まあ日本人が見たら面白いと思う。そうですね。はいはい。まあ職場の名前は別に出さない方がいいかな。確かにちょっと、うん、はい。だから多分違う地域とかまた違う、まあ言葉がね、もう何、まあ何百なんだけど、まあ一応その20言語があるこの国だから、うん、違う言語を母語にしている人たちが、そのお互いに出会うときは、ああ、この名前ちょっと、違和感感じるっていうのはあるんですけど、ただその可能性がないですよね。漢字っていう絵でその概念を表す、そうですね、そのそうですね、うん、でもすごいなんかその西洋っぽい名前をつけたりとかいうことはないんですか？あ、それも多分宗教によってはね、クリスチャンだったら、はい、つけますね。でインドはそのキリスト教に改宗した世代でもこう第二世代とかになるとちょうど半分半分になってて、名前がインドっぽく、はい、まあインドっぽいって言ってもあれなんですけど、インドっぽく、はい、名字がそのお父さんとかお母さんから、はい、あの受け継いだその名字、名前、宗教関連の言葉を使う、うん、そうですね、はい、宗教の神さん、神様の名前を、はい、キリスト教、まあキリスト教の場合は、はい、サミュエルとかね。サミュエルとか、はい、そうですね。はい、ジョセフとか。ジョセフとか、はい。そうですね。やっぱり宗教関連が多いんですかね。だからインドの名前でも神様の。ヒンドゥー教も大体神様の名前をつけちゃうんですね。うん、名前を聞いたら結構宗教って分かりますよ、ね、すぐは、まあ、あの親の宗教が分かるっていうか、うん、はい、そうそう、属するそのなんて言う、はい、宗教コミュニティが分かってしまう、そうですね、はい、うん、最近なんとなく区別できるようになりました名前で、うん、まあ、あと地域も分かるんですよね、名字で、はい、はい、名字で地域は大体は分かるっていうか、はい、分かりますね、まあ、もちろん親の親かその、うん、まあ元々は どこからっていうのが分かる、うん、最近は転勤とかで人がねいろんなところに行ってるから、うん、まあ、いろいろあるんですけれども、うん、はい、まあ、ある神様あるんっていうのを、まあ、一応神様、そうですね、はい、はい、あの神様、あの太陽太陽です、はい、まあスリアさんも同じですけど、そうスリアさん意味は同じです同じ、はい、ですあ、そうなんだ、はい、本当に一つの神様をとってもいろんな名前があるんで、うん、つけ放題ですよね。
だから地域によっては各地域の神様の名前が違う名前使われてて、うん、それが今少しずつこう統一はされてる、うん、されてる統一してる統一してるしてる、してる人たちもいますけれども、はい。うん、まあこの間またバンコクの話になっちゃいますけど、バンコクで有名なお寺で終わっあるんっていう、ああそうですね、でまあ一緒に行ってたフランス人じゃなくてベルギー人の友達がこうあるっていうのは何ですか、わかりますかって言ったら、まあ、まあ対応ですよ、うちの同僚、サンスクリット語で、サンスクリット語わかりますか、まあたまたま一人同僚の名前がそうだったもんね。あ、そういえば タイもな、人の名字がとってもその昔のインドの人の名前に似てて、うん、インドのその影響というか、はい、まあサンスケット語の影響、はい、そうなんだ、うん、タイの空港に飾られているなんか蛇を引っ張る像があるじゃないですか、うんうんうん、モニュメントみたいな、シュワルナブーミー空港ですか、はい、もう空港名もシュワルナブーミーですか、はい、空港の名前もインドっぽいじゃないですか、うん、シュワルナっていうのは金の、はい、ブーミーは土地、あ金の土地、意味ももう分かっちゃうんですね、はい、分かる、サンスケット語分かるからね、すごい、サンスケット分かるから、いや分からない、分からないけどまあでもすごいありきたりな名前は分かりやすい、うん、そうなんだ、そう、でそのタイは結構ヒンズー教の影響をかなり受けているので、神話とかもかなり入っているから、はいはい、うん、だからその蛇を引っ張る像とかもあるんですね、そう、うん、でも ヒンズー教の神話のなんか一部分ですよね、うん、ああそうですね、うん、はい、なんて言ってたっけ昔は、シャムじゃなくて、シャム、シャム、シャムじゃなくて、アロン先生の名字のシャムじゃなくて、あでも多分関係があるかもしれないですけど、シャムが、シアム、シアムって言ってましたね、あ、シアム、あ、はい、はいはいはい、タイのこと、シアムですね、はい、あ、はい、シャム王国、はい、うん、聞いたことある、実は私の多分同じシャム、シャムが何億人もいる、何万人もいる、その日本の鈴木と一緒ですよ。私初めて日本行った時は鈴木さんに会って、その鈴木さんがたまたま鈴木で働いていて、でしかも15歳の僕が、うん、僕がしあこのもしかしてこの人が鈴木、うん、鈴木の社長って感じ、一番多かった、そうそう、あ一番多かったのはその佐藤で、佐藤さん、2位が鈴木で、はい、あということでちょっと話がそれましたけど、日本のね、キラキラネームを、はい、キラキラ名前じゃなくて、キラキラネームね、そこもちゃんと区別が。そうですね。日本、さすが日本です。じゃあ、その、プーっていう名前が。プーっていう名前がある。ね、それも本当なのか分かる。私もインターネットで見たことしかないから分からないけど。じゃあ、プーの漢字は黄色いクマ。黄色いクマと書いて、プーと読むと。なるほど。あと何か面白い。ピカチュウとか。あ、ピカチュウ。じゃあ漢字は光る。光る。に、宇宙の宙。宇宙の宙で。あ、ピカチュウ。宙、うん、は読めますけどね。ピカはなかなか読めない。うん、ちょっと難しいかな。多分、日本語を勉強してる人にとっては、これ、結構嫌かもしれません。まあ、キラキラネームもそうなんだけど、普通の当て字っていうか、普通の日本人の名前はとっても、うん、その、漢字の読みがわからなくて、うん、教科書で学んだ漢字と、うん、実際人の名前っていうと、まあ、日本人はもうこれ当たり前なんだけど、日本語を勉強してる人から見ると、なんだこれと思いますね。うん、あとは、うん、なんか、名前でしか読めない読み方とかもあるじゃないですか。ちょっと例が思い浮かばないけど。勇気とか、あの、ヒロキ、ヒロって書く。あ、そうです、ね。何衣の辺に、衣の辺に谷じゃないけど、右って書くか、まあ、谷って、谷でしたっけ、はいはいはい、谷ですよね、はい。を書くか、で、ゆうとも読むし、ヒロとも読む。そうですね。うん、お二通り読み方があったり。そうそう、ゆうこ、ん、さんなのかひろこさんなのかわからない。それはキラキラネームにはならない。ならないではないですね、うん、それはそういう読み方があるから、うんう
じゃあ例えば日本の歌手で木月みなみっていう歌手がいるんですけど、その南の海って書いて南、うんうん、まあまあキラキラの海じゃない、昔から、それ多分サウスシーになったらキラキラ、あそれがそうですね、がインドよインディアンオーシャン南の海で、インディアンオーシャンになったら多分キラキラネーム、そうそうなります、そうそう、そういえばインドの有名なバンドがインディアンオーシャンには、それをねはい。まあ、バンド名といえば、まあ、人の名前じゃないですけど、うん、ポルノグラフィティってどう思いますか？あ、はい、そう、私当時小学生とかだったのかな、で全然意味わからなくて、ポルノポルノって言ったけど、ポルノ見に行くって感じ、まあ、T シャツで I love ポルノっていう T シャツを見たそれはちょっと問題ですよねそうですね、あやっぱり気づかなかったんですね、知らないですよそんな言葉を、お父さんに言われて初めて知りました。お父さんが何で意味知ってるのって言われてそういうことポルノポルノって言うお父さんにそのお前意味知ってんのかって言われて、知らないって教えてくれました、まあ、この間あのツイッターで見たんですけど、うん、インド在住の日本人がこう、うん、I love でポルノはカタカナで、あでグラフィティになって、で下にこうあの日本語わかるインド人がいないようにってそれどれがすごいですか、自分で作った自分でちょっと面白い日本語の教室では着られないですどうせキラキラネームつけるなら、まあ、個人的な意見ですけどカタカナでいいんじゃないのって思っちゃいますね、うん、それは法律上は大丈夫ですか、大丈夫です、はい、名字は漢字じゃないとダメっていう法律があったような、ないですか、まあ、でも名字は漢字あるものだから、ああ、はい、そうですね、うん、じゃあその名前がイチゴでストロベリーと呼んだらキラキラネーム、漢字を使っちゃいけないですね、漢字を使っちゃダメなんで、ダメです、あ、カナじゃ大丈夫ですか、なんかストロベリーカタカナだったらいいんじゃないですか、ひらがなでイチゴだったら大丈夫、イチゴでやったら大丈夫です、はいはいはい、なんで漢字使っなんでですかね、上下漢字とか関係あるのかな、ね、うん、これ初めて聞きました。イチゴがダメっていうのは。も私もトマトとかだったらわかるけど。トマト感じないし、ね、あまりにもおかしいですね。戦後の法律ですよね、やっぱり多分。どうなんですかね。これまた後で、はい、調べてみます。したいですね、そうですね。イチゴ。まあ、またあの外国語を習うときは、また自分の名前がその外国語で変な意味になる。あ、まあありますね、ありますね、例えばインドの名前で、例えばウマさん、うん、馬ね、あのあ馬さんね、いますね、はい、あとさっきネギさんも、ネギさんもそうネギね、はい、ネギ嫌いってやる、まああるんですねちょっと待ってこんなことになるんだろうなと思って親じゃあ今日が最後の、あ、今年最後の撮影というか録音になりますので、年越しの挨拶をさせていただきます。今年も、ご視聴ありがとうございました、来年もどんどん撮っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは良いお年を。良いお年を。